清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢チャレンジ、前回に引き続き札幌東商業高校ソフトボール部を紹介します。今回はお部屋について伺います。札幌東商業高校ソフトボール部、去年23年ぶりに高体連全道大会で優勝、今年も準優勝して地元開催のインターハイに出場、全国大会上位を目指します。部員を代表して相澤選手のお部屋の様子を見せてもらうと、いやお部屋の映像を見させていただいたんですけど、あの筋トレ道具すごいですねありがとうございます。じゃあ部屋であの勉強とかは？もちろん。じゃあお家に帰ってきました。まずご飯。その次。お風呂。お風呂。で眠くなっちゃう。眠くなっちゃう。トレーニングも勉強もする。それだけ部活にね、あの全力を注いでるっていうことですもんね。はい。ソフトボール選手の悩みを相談。アスリートクエスチョン。オフシーズン中のモチベーションがなくなることがあるんですけど、筋トレとか体幹とかその地味なメニューばっかりになってくると、何のためにやってるんだろうっていう、そういうのをどうしたらいいかなって。そうか、僕らの場合って冬に入って頑張ってももう遅くて、この夏の間にしっかり作っとかないとシーズン入った時にもう手遅れになるんで、まあ、怪我とかでできなかった時はもう本当に冬いい結果が出なかったので、モチベーション高かったなって思ったら試合でミスするよ、チャンスで打てませんよって自分に言ってあげると、そうするとやばいやんないとってなると思うんで、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。次回はいよいよ迫ったインターハイ、札幌東商業高校ソフトボール部の熱戦を紹介します。戦いか、どうぞ。